はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。トーク系 YouTuber の健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日のお話はですね、昨日の動画の続きになるんですけども、タイトル的にはこんな感じになってます。元電鉄関係者が語る山手線を止めたやつの罪とはね、タンカーランダっていうタイトルでお送りしたいと思います。はい、元電鉄関係者が語る山手線を止めたやつの罪とはっていうね、はい、熱いこの部屋はい、電鉄関係者って言ってもですね、昨日の動画で言った通り、別に鉄道会社の社員だったわけではないんですけども、はい、昔ちょっとね、とある仕事をしてる時に、鉄道関係の人たちとだいぶ濃厚に濃厚に、絡まさせていただきまして、もう結構ね密に、付き合ってたんですね。でだから電鉄関係のいろんな裏話とか、はい、なんですかね、そうなんだよ別にそんな詳しいわけじゃないんだけど、いろいろちょっと話は聞いたんで、タイトルにね電鉄関係者って入れたら見てくれる人多いかな、増えるかなと思って入れました。はい、一応関係者ですよね、関係はしてますからね、はい社員ではありませんでした。はい、で山手線を止めたやつの罪とはっていうお話なんですけども、で昨日ねちょっといろいろその山手線にね、お財布落として、で非常停止ボタンを押してちょっと電車止めちゃってね、はい、駅員さんと口論になって、その動画を自分で撮影して、ネットに投稿して、炎上して、はい、自分の TikTok のアカウント消してみたいな、そういう流れの、ニュースがですね、全国放送の、ニュース番組に取り上げられてて、それを動画にしたんですね。それについてちょっと僕がああだこうだいう動画を。でその動画に対してですね、昔からコメントくださってるリスナーさんから、こういうコメントが来たんですね。数分程度なら止めても仕方ないと思いますけどね、電車が止まるのは別に珍しいことではないでしょうと、はい、たかが数分遅れたくらいで大した影響はないと思います。その程度で予定が狂う人間もその程度だと思いますので、と、いう、はい、コメントが来たんですね。そうだね、これ全然悪気はない、別にアンチのコメントとかではないんですけど、はい、もう普通の本当に自分の、考えをコメントにしてくれたんですけどね。だから全然、嫌な感じとかしないんですけど、数分程度なら止めても仕方ないと思いますけどっていうコメントに対して、ちょっと僕はねちょっと違う考えを持ってるんで、それをコメントでも返したんだけども、動画にしてちょっと返しておこうかなっていう、風に、ちょっと今日は思います。暑すぎてやばい、汗が。で数分程度ならね止めても仕方ないと思いますと。で電車が止まるのは別に珍しいことではないでしょと、でたかが数分遅れたくらいで大した影響はないと思います。その程度で予定が狂う人間もその程度だと思いますっていうちょっと考えについては、数分程度なら止めても仕方ないと思いますっていうのはまずちょっと違うかなと。はい、正解はないかもしれないけども、やっぱその数分程度止めるっつってもですね、そのコメントでも返したんだけど、山手線の数分ってね、何万人に影響するわけですよ。特にこれラッシュ時だったんだよね、確かね、帰宅のラッシュの時だったのかな、だったんで、だいぶいろんな人に影響するわけですよね、数分とはいえ。で、やっぱり日本に生きる上でですね、
時間っていう、まあ、概念っていうのはものすごく重大な、はい、概念であって、他の国よりかもね、特別重要なんですよね、日本人にとって時間っていうのは。僕はね、正直本音で言わせてもらえれば、まあ、このコメントくれた人と一緒で、まあ、数分ぐらいいいんじゃねっていうふうにね、本音は俺も言いたい、はい、なんだけど、やっぱりちょっと日本で生きる上でね、たかが数分とはね、なかなか言えないかなっていうふうにね、ちょっと思うんですね。特に社会人やってると、やっぱり数分って結構命取りになったりするんで、でまあ、この方が言うね、この数分程度ね、その程度で予定が狂う人間もその程度なんじゃないですかっていうのは、ちょっとまあ、これはちょっとなんかあんまりね、適切ではないかなっていうふうにね、思いますね。特にやっぱ忙しいビジネスマンとかは数分刻み、まあ、ほんと分刻みで予定組んでる場合もありますし、帰宅ラッシュね、とはいえまだまだバリバリ仕事してる人もいますから、この数分遅れたがゆえに、次のね、乗り換えの電車に乗れなかったとか、そうすると数分どころじゃないですから、影響は数十分ないし、もうひどい場合には1時間単位で遅れる可能性もありますからね、遅れて遅れてってなっていくと。でやっぱり数分の遅れって言っても、例えばその予定が詰まってて、次の、仕事を、まあ、訪問先に行かなきゃいけないという時にね、この数分山手線が止まったがゆえに乗り換えちょっとうまくいかなくて、じゃあ10分遅れちゃいましたって言ったら、先方にね、すいません10分遅れますと、やっぱ連絡を入れなきゃいけないわけですよね。で1日いっぱいスケジュール入れてると、いろんなとこに電話しなきゃいけないわけですよ。10分ずつずれていくと、はい、そうなるといろんなとこにすいませんすいません、ちょっと遅れます遅れます遅れるかもしれませんっていう電話を入れなきゃいけないし、たかが数分、やっぱさらと数分なんですね。本音はね、本音は俺もたかが数分じゃねえかって言いたいよ、人間的にはね。あんまりせかせかカツカツするの嫌いなんで言いたいんだけど、やっぱりちょっと、特に僕昔ね、営業やってたんで、はい、営業やってるとやっぱね、たかが数分とはちょっと言えないかなって。特に山手線でしょ、でこれ止まったのが、例えば信号機の故障とか、急病人のね、なんか手当とか看護とか、なんかしょうがないことだったら、あんましょうがねえかってなるんだけど、やっぱり自分で財布落としてそれをね、拾いたいがためにっていう理由だと、やっぱちょっと腹の立ち方も違うんじゃないかなっていう、と思うんですね。でこのコメントくれた人はまあ優しいんで、その先のコメントでいろいろコメントを返していく上で、これか、財布ってのは大事ですよねと、未成年の子にとっては4万円はかなりの大金でしょって、未成年だからまだまだ未熟なのは大人なら理解してあげるべきだと思いますよっていうふうに来て、まあそうなんですよね。未成年にとって4万円は確かに大金なんですよね。で、やっぱ未成年なんで、突拍子もない行動をしちゃうのもしょうがないんじゃないのっていう。確かにそうなんですよ。今回の問題で難しいのって、これ、この乗客、財布を落とした乗客、ボタンを押しちゃった乗客が未成年だったことなんですよね。はい。で、まあやっぱ4万円大金だし、なんか変なことしちゃうのもまあ未成年だしって、いうふうにこのリスナーさんはまあ気にかけてあげてるわけなんですよね。だけどもやっぱりそのね、4万円だろうがなんだろうが落としたのは正直自分なんで、誰かがね、はいって投げ入れたわけじゃないですし、結局自分のやっぱ不注意によるものなんですよね。だからまあ財布は大事ですよねとはいえ、これはこの落とした人にとっての大事なんで、それね、全然他の乗客からしたら、いやそんなの知らねえよっていうのが、まあ本音じゃないですか。はあ、ね、正直ね、やっぱ他人のことなんで、他人の4万円よりかやっぱりね、もちろん自分のスケジュールがやっぱり大事なのは、それは人間ですから。でその自分のスケジュールをですね、その不注意によってまあ妨害されるっていうのは、まあやっぱりはちょっと腹が立つんじゃないかな。で不注意で、その数万人、自分一人の不注意で数万人に影響するボタンを押してしまうっていうのは、やっぱちょっと
今回ちょっと良くなかったのかなっていうふうに僕は思いますけどね。飛べた理由がちょっとやっぱりね。で、このたかが数分ってやっぱりここ結構このリスナーさんはおっしゃるんですよ。で、山手線は本数も多くて運転間隔も短いですから、後続もすぐに来るでしょっていうふうにコメントをさらに続けてるんですけど、まあ後続来ないですよね、やっぱ止まってると。後続っていうか全部止まっちゃいますから、非常停止ボタンを押すとその線に関わるやつ全部止まりますんで、後続もクソもないんですよね。で、まあ渋谷なんでね、渋谷とかその辺に関わることなんで、他にも交通手段いっぱいありますよねみたいな風にコメントをしてくださったんです、その後に。乗り換えが間に合わないんだったらバスやタクシーなど他の交通手段を使えばいいんじゃないですかと、そもそも数分で狂うような無理な予定は組まない方がいいんじゃないですかって、トイレが我慢できないなら電車に乗る前に済ませておく、お腹が痛いなら下痢止めでも飲んでおくといったような対策があるのではっていう風にコメントを続けてくださってるんですけども、やっぱね、電車が止まることを前提に行動とか予定を組める人なんて、よっぽどゆとりのある人だけですよね。もうこの方おっしゃることはまあね、理想なんですけども、理想なんだけども、それができる人は多分ごくごくわずかだと思いますね。やっぱ忙しいね、ビジネスマン忙しい、遊びにだって忙しいね、女性待たしてるわけですから、女性男性待たせますから、そんなゆとり組めないですよね。泊まる前提の予定なんて組めないですよね。それはちょっとやっぱ理想論すぎるかなっていう、ふうに思うな。みんながみんな俺みたく暇だったらいいんだけどね。本当に。俺は暇なんで、まあ、別に数分遅れたぐらいじゃへでもないんだけども。だけどやっぱり忙しかったの、営業の時とか、まあ忙しかった、もう遊びまくって飲みまくった時だったら、だいぶ困るよ、数分山手線止められるだけで。困る。やっぱり、まあ、誰かを待ち合わせをしてるね。あとは、まあ、仕事中だったら、その次の予定がある時に、数十分遅れるっていうと、すごくお、あの、大きなことにつながるんですよ。例えば、仕事だと、じゃあ、まあ、9時に約束があったとしましょう。ね。9時に。何でもいい。朝でも夜でも何でもいいんだけど、9時にね。9時に仕事のまあ約束があったとして、この山手線が止まらなければ、8時55分に着く予定だったんですよ。だけど、この山手線が止まったことによって、9時5分に着いてしまった。ね。こういう場合が、やっぱりあるじゃないですか。で、今回の多分、影響した人の中でも多分あったと思うんですよ。これって、めちゃくちゃもう重大なことなんですよね。9時に間に合わなかった人と間に合った人のこのもう大分類に分けられてしまうとすると、これすごい死活問題なんですよ。間に合わなかった人と間に合った人ね。この前者の間に合わなかった人っていうのは、もう仕事をビジネスマンにおいて論外ですから。日本で本当時間を守れない人、こう遅刻する人っていうのはもう論外なんですよ、仕事中においては。なんで、たかが数分遅れただけで、この間に合わなかった人、約束に間に合わなかった人っていう、すごい嫌なね、分類に属されちゃうわけですね。これ下手したら営業だったら失敗しますから、これだけで。僕経験ありますけど、まあその時はたまたま失敗しなかったけど、道路が混んでて遅れちゃったんですよ、その時は。めちゃくちゃもう怒られましたよ。たかが数分間に合わなかっただけとかでもね。だから間に合わないっていうこの分類ってすごく大事なんで、これ仕事だけじゃなくて、人待たしてる時も、女性待たしてます、初めてのデートです、山手線が遅刻、ね、これ遅れなければ間に合ってた、あーちょっとギリギリだったけどごめんねみたいな、あいよいよ時間全然まだギリギリだけどまだ過ぎてないからね、でどこ行くってなるかもしんないね。だけどこれ間に合わなかった、この山手線が止まったせいで5分遅れちゃった、あごめんごめん5分遅れちゃった、マジ今時間守れないやつとかマジ最悪なんだけどってね、言わないかもしんないけど、心の中でそういうふうに思われてしまうっていう場合がありますから、これ日本人ね、日本人において本当にこの間に合った人と間に合わなかった人って、もうこれ雲泥の差なんですよね。だからやっぱりね、簡単には非常停止ボタンはね、ちょっと押さないでいただきたいなっていうふうに、まあ、電車をよく利用する僕としては思います。で、
賠償請求についてなんですけど、まあ、ここが多分結構気になる人多いと思うんですね。で、僕もともと結構ほら電鉄関係、まあ、どこの電鉄会社とは言いませんけども、そこの会社のコンプライアンスに引っかかると嫌なんで、俺勤めてないからコンプライアンスもクソもないかもしれないけども、まあ嫌なんで一応ね、どこの電鉄会社とは言いませんけども、僕が教えてもらった話だと、例えば今回この、まあ、前回の動画でも言ったんだけども、山手線何分止めたか知らんけども、まあ数分から十数分止めたのかな。ネットではなんか結構ツイートリツイートが多かったツイートで、なんか数千万から数億円の賠償請求になる可能性がありますねみたいなツイートがあって、結構いいねとかリツイートあったんだけど、数千万数億円っていうのはおそらく未だかつてないんじゃないですかね。僕当時その結構電鉄関係者とコミュニケーション取ってた時は、そんな額の賠償請求をしたことはないって言ってましたし、で実際やっぱりその1分数百万円とか言われてるんだけど、巷では払えないんで、基本的には数億円とか数千万なんて普通の一般人には賠償請求したところで払えないんで、実際賠償請求があるとすれば、実際その現実的に払える額だと言ってましたよ、某電鉄会社の社員が、はい、どこの会社の社員とは言いませんけども、某電鉄会社の社員が言ってました。実際に現実的な額を請求することはありますと、で、請求したこともありますと言ってました。ただし大変悪質な場合って言ってましたね。だから本当にしょうがなく、どうしようもなくしょうがなく押してしまった場合にはもちろん請求はないと。人命に関わる場合とかね、本当に非常事態の時はもうそれはボタンを押してくれて構わないと。だけど本当にもう悪質な故意になんかもう自分の都合で止めちゃったとか、例えばホームに酔っ払って転落しちゃって、でそれですごい時間かかっちゃったとかね、そういう場合には現実的な額の賠償請求をしたことがございますっていうふうには聞いたことあります。でこの現実的な額があまり額ちょっとね、聞いた額は言わんけど、まあ数百万でしたね。数千万っていう額はね、聞いたことない。いろんな電鉄会社の社員に僕聞いたんですけど、ミーハーだったんで当時、実際するんですかどうなんですかって聞いたんだけど、大体まああっても数百万ですね。今は知らないよ。だいぶそれ前なんで、だけどまあ、大筋それは間違っちゃないだろうね。払えないからね、普通の一般人に1億円請求したところで意味ないし。そうで今回の件に関してはネットだと、まあ、賠償請求される可能性が非常に高いって言われてるんですけど、どうなんでしょうね。これ相手がまあ未成年だったっていう、まあ、未成年でこれ確定してるわけじゃないんだけど、まあ、ネットで特定されているなんかアカウントだと未成年っぽいんだよね。でまあ僕としてはね、まあ、やっぱ未成年なんで、ちょっと上昇酌量を、まあね、難しいところだけど、やっぱりまだね、正常な判断ができない年齢ですから、だって俺未成年、僕とか俺とか俺、ちょっと一人称混ざっちゃうんだけども、普段は俺なんですけど、仕事中僕なんで、まだね、混ざっちゃうんですよ。そう、僕が未成年の時だったら、同じことやっちゃったかも分かんないからね、やったことないけども、だけどそれぐらい未成年ってやっぱ危うい年代なんで、まあこれで数百万請求ってのはちょっとさすがにかわいそすぎるかなっていう親も気がするんで、まあ本できればまあない方がきっといいんだろうけど、ただこれで賠償請求をしないとかお咎め一切ないってなっちゃうと、そっか、じゃあ財布を落とした時止めても賠償請求ないんだって、良くない判例ができてしまうっていうちょっと懸念はありますよね。かといってやっぱ未成年で、まあやっぱ財布落としてね、そういう事情もありますから、ゼロではないにしても、まあなんだろうな、その数十万ぐらいの賠償請求で抑えてくれればするんであれば、なんかそれが一番落としどころとしてはいいんじゃないかなっていうふうに僕個人は思います。まあ親の立場だったらふざけんじゃねえよって言うだろうし、俺のもし息子がやったらふざけんじゃねえよって言うだろうけど、だけどまあね、やっぱ財布落として止めて何にもなかったっていう良くないなんか判例が残っちゃうのも、今後財布落としたやつがボタンを押しかねないし、実際結構電車乗ってると非常停止ボタンって押されるんだよね。そう、
それが本当にちゃんとした理由だったらいいけど、今回みたいな財布落とした場合でも今後押されちゃう可能性が出てきちゃうから、これ何にもなければ、うん、だからそれもちょっと嫌だし難しいよねこれ。だけど未成年だしです、100万はちょっと勘弁してやってほしいね。うん、まあ数十万だったらね、ちょっとまあねえしょうがないかな、まあ結構大きなことやっちゃったしっていうね、うん、いくら未成年だからっつったってね、全く責任ゼロですってのはちょっと俺は変だと思うし、だから難しいよね、落としどころが難しいけど、 JR の今後の対応にちょっとね注目ですねこれは、うん、かといって何にもないってのはな、どうなんでしょうね、うん、今回はこれを悪質と判断するのか、どう判断するんですかねこれ、はい、難しいなこれ判断下す人は、はい、なんかいたずらで止めたとかじゃないからね、財布落としてるっていう事情もあるんで、難しいなこれは、はいね、はい、まあそのでとりあえず話戻るけど、最初のとりあえずこのまあね、数分だから数分ぐらい止めても仕方ないんですじゃないですかっていうのはちょっと俺は違うと思うなっていう、うん、この数分でいろいろとちょっとね良くない影響を受けた人がおそらくものすごい人数いると思うんで、あ、これはちょっと、うん、でこの人が言ってるのはまあね、他のバス乗ったりタクシー乗ったりすればいいじゃんって言ってるけど、これ電車に乗ってた人はそうもいかないから、あでラッシュ時なんてね混んでる中でね数分間なり数十分閉じ込められるわけでしょ、あれマジで嫌なんだよなあれ本当に、でそういう人たちは乗り換えもできないしね、あそこに留まる缶詰状態になるしかないから、だから数分なら止めても仕方ないと思いますけどってのはちょっと違うかな、とはいえね、まあ、電車を利用する人は、まあ、止まっちゃうかもしれないよっていう可能性はもちろん考慮して乗んなきゃいけないとは思うんだけど、だから止まったからっておいふざけんじゃねえ止めてんじゃねえよってすぐ頭ごなしに怒るのは違うけども、ただちょっと財布取るため、自分の不注意で落とした財布を取るために止める、これは仕方ないとは言えねえんじゃねえかなっていうのが僕の意見ですね。本当にね、日本人はやっぱ時間に厳しいからね、そう間に合う間に合わないってすごいね大きな判断基準になっちゃうんだよね、はい、はい、はい、っていう感じですね。ね、だからまあやっぱ非常停止ボタンは本当に押すべき時にしか押しちゃいけないんじゃないかなっていうのが僕の見解です。はい、だけど未成年なんでちょっとそこは考慮してあげてほしいなっていう気持ちもあります。難しいですね。うん、ということで、はい、まあ昨日に続いてちょっとパート2の動画でした。以上です。はい、さよなら。